ブリプスこんばんは。また夜ですね。今朝雨がすごかったので、ちょっと帰り遊びに来たんですよ。聞こえる？ずっと泣いてるのはコオロギです。でちょっとね、泣いたりやめたり、それね、カエル、フロッグ。 OK ね。で、今日はあの文法を知りたいと思いますね。で、リカさんが知りたい会話後で教えたいと思います。とりあえず文法ですね、はい。 OK、 今日の文法はクロップ、あとは動詞、これダラブダロップ、ダロップルアラップダラップダルアダルアね、ダルアトルアこれトルア、英語だとเลือกเลือกก็เลยเลือกเลือกอะไรดอสิเลือกอะไรดอสิเนี่ยเลือกตัวดอสิว่านั่นเดี๋ยวเนี่ยนั่นนี่นั่นนี่したことがあるนั่นนี่นั่นนี่したことがあるときเนี่ยมาこのฟอร์มですเลือกอะไรดอสิ例えばこれねเลือกตัวまずดอสิこれตัวว่าดอสิもともとดอสิ行きますという意味です。トラッタイは行ったことがあります、行ったことがあります、行ったことがありますね、はい。 OK、 2番目トラッチュオプチュオプこれチュオプ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 は会います、会う、だからトラッチュオプ会ったことがあります、トラッチュオプね、会ったことがあります。 OK、 3番目トラップリン、リンは勉強します、トラップリンは勉強したことがあります、トラップリン、トラップリンね、トラップリン、トラップはちょっと上です発音が、トラップ、あとはリン、トラップ、トラップジュー、トラップタウ、トラップタウ、OK ね、トラップタウ。で、これから文章作りましょう。文章のフォームはこんな感じです。集合、集合、まあ、トロップ、あとは動詞、あと最後は名詞、ね。で、例文はここに書いてあります。キニョントロップタウ、プラタアンポワ、プランド。もう一回。キニョントロップタウ、プラタアンポワ、プランド。OK、キニョンは私。トロップタウは、ね、行ったことがあります。アンコールは、アンコールはと行った。私、アンコール行ったことがありますね。ここまではね。だけど、ここ、ドンはプランドン、プラム、ゴー、プラム。これ、ドン、プラムの5回。5回目、プランドン、5回。5回、アンコールはと行ったことがあります。だから、ね、私は5回目か5回、5回、アンコールと行ったことがあります。OK、2番目、散歩、これ散歩ね。散歩、トロップ、チュー、キヨン、プラム、モイ、ドン。OK、ロック、プラム、モイ。OK ね。散歩さんは、私に、私に、散歩さんは、私に、6回、会ったことがあります、という意味です。OK、3番目、キヨン、トロップ、リン、ノー、サラ、リヒ。OK ね、もう一回。ខ្ញុំធ្លាប់រៀននៅសាលានេះ អូខេ សាលានេះបានឯកាគុនកាកូសាលាកាកូនេះសាលាកាកូនេះគុនកាកូគុនកាកូសាលានេះគុនកាកូគុនកាកូ私はこの学校でこれね now はねあのこの名詞は場所の名詞なので now ここに使います。だから私は学校の学校で勉強したことがあります。私はこの学校で勉強したことがあります。学長の文法は、トロップ、あとは動詞だね。トロップと動詞ですね。さあ、ここまでですね。もし何かあったら、質問があったら、説明して、切ってください。コロナ内容に気をつけてくださいね。はい、バイバーイ。おやすみなさい。